自分らしく素敵な毎日を送るため、あなたの女子ライフをサポートします。今日の女子ワードはこちら、生理の受診と治療。今回も福田病院産婦人科医林京子先生です。生理の悩みは治療できますか？ずっと女性としては付き合っていかなきゃいけないものであるんですよね。何かこう不調とか生活に支障がある方は遠慮なく相談に来られたらいいかなと思います。避妊薬としてですね、認識されている低用量ピルというのがあるんですけど、これも実を言うと生理痛のお薬にもなります。女性ホルモンをコントロールできることから、生理に関するさまざまなトラブルを解消することができます。月経前症候群とかにも使うことができますので、ただそのピルを使うにあたっては副作用だったりとか定期的な検診も必要になってきます。でピル処方にあたっては産婦人科医師の診断とかも必要になってきますので、病院を受診してくださることをお勧めします。意外と知られていないことは、なんか生理があるだけで不安になられる方もいらっしゃるので、まあ、生理があること自体は本当に普通のことではあるんですけど、まあ、受験だったりとかそういう大事な時期に重なると逆に不安も大きくなって、いつもとパターンが違ったりとか痛みが強くなったりとか緊張でね、なかなかコントロールができなかったりされる方もいらっしゃいますので、ね、ピルを使って生理をずらすことはできますので、受験生は結構あります。だいたい半年ぐらい前に相談に来られるとすごく助かります。ギリギリだとちょっとね、調整が難しかったりする時もあるので、前もって数ヶ月前にいらっしゃると、これくらいの時期に来ていただけると助かりますというアドバイスもできます。長い期間女性っていうのは毎月のことで生理と付き合っていかないといけないんですよね。で月経前症候群とかを考えると、もう本当月の半分ぐらいが体調不良っていう時期をずっと過ごしていかないといけない。ただそれは自分だけではなく、女性が何かしら持ってるものなので、自分だけじゃないというので、何か悩みがあればですね、相談していただければ上手に付き合っていけると思いますので、気楽に相談に来られてください。女性は、初経から閉経まで長い年月を生理と付き合っていかなければなりません。なので何かしら不安な症状とかがあれば、気軽に産婦人科に相談に来られてください。今までの放送は番組ホームページで配信中です。自分の体を知って素敵な女子ライフを。